はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。学さんほどの恋からノンスタイルのお二人にいらしていただきました。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくどうぞ。どんな思いで今回は脚本を？そうですね、はい、いかに井上を主役にしつつ、はい、脇役にするか、これが今回のテーマでしたね。主役にしつつ脇役にするか、はい、主役なんですけども一番の脇役みたいな。なるほど、はい、なるほど。しようと思いまして。あ、そうなんですね、はい、でもなんかすごい井上さんがとっても魅力的に描かれていたと思うんですけど、はい、そうですね、はい、シーンの9割方死んでるんでやっぱ魅力的ですよね。はい、それ石田さんの時には、はい、井上さんの魅力っていうのは、役者としての魅力っていうのはどういうところに可能性を感じてるんですか？死体の横たわってるシーンなんていうのはね、もう圧巻ですけどね。こんなに死体役がすっきりしてるなんていうのは、ね、だからよく昔の銀幕俳優さんがおっしゃってましたよね。セリフじゃなくて人で語るというか。やっぱこういうの回ってるとキャラ入れるんですね。普段の取材とは違う感じでやるんですね。やっぱ映像もんとね、文言だけでやっぱりちょっとやっぱ媒体が違いますから、ね、キャラ入れるんですね。やっぱ映像になるとやっぱりね、ちょっとやっぱキャラも入れとかないと、はい、なんか今回この動画の中ではやっぱり映画俳優って感じがしますね、井上さん。そうっすか。はい。いや、まあまあありがたいことに主演でございますので、はい、そうですね。いかがでしたか、撮影の方？半分ぐらい寝てました。本当ですか？はい。すごい楽ですよね。そうですね、楽です。僕は寝てるだけでみんなが喋ってたんで。はい、寝てても何も言われないんですか？はい、寝ててもストーリーが進んでいきますし。はい、近年稀に見る見切れ方をしてます。常に見切れている状態という。タイトルの耳を腐らせるほどの愛って、なんかやっぱり、はいはい、皆さん、はい、ふと湯を沸かすほどの熱い愛っていう。はいはいはい、それのパクリですよ。パクリなんですか？はい、ネーミングはそれのパクリです。はい。あ、そうなんですね。はい、完全にそうです。それはなんでそこから撮ることにされたんですか？パクリを。パクリって言われたいですよ、タイトル。そうなんです、はい、でも今初めてです。ちゃんとパクリって言ってくれたのは初めてです。本当ですか？今まではなんか好きなタイトルですね、みたいなことを言ってくるんですけど、いつ突っ込まれるのかなって俺はずっと楽しみにしてたんですけど、だからすごいテンション上がってます、今。あ、よかったです。はい、テンション上がってくださってんのに、はい、いや、ずっと気になってて。そうでしょ、はい、はい、完全にパクって、でも内容は全く違うんです。そうですよね、はい、全然違いますよね。なんか中身見てもらったら分かるんですけど、うん、いろんな映画のパクリが存在します、はい、そういうところも楽しみにしていただけたらと思います。なんか一個だけ言える何かのパクリっていうのは言えますか？そうですか、あからさまに古畑はパクってますね。古田風呂は言ってますね、はい、ありがとうございます、はい。井上さんは今後、はい、俳優としての活動については、皆さん芸人さん役者として活躍されている方たくさんいらっしゃいますが、はいはい、井上さんはいかがですか？いや、お話いただければそれはもちろんねやりますけれども、はい、まあでもノンスタイルの演技派の方は石田さんですんで、次はだから石田さんの主演の映画がまだあればいいのになと思いますね、はい。井上さんは今度もしやるとしたらどんな役柄やりたいですか？どんな役柄っていうのはちょっと分かんないですけど、はい、濃厚なベッドシーンを期待します。だからセクシービデオを撮りたいです。はい、セクシービデオ、はい、それは役者として？そうですね、やっぱり男優として。今回の映画でもちょっとラブシーンがあったんですよ。キスシーンがあったんです、はい、多分それでちょっと目覚めちゃったんですね。そうですね、素敵なラブシーンでしたので、はいかなり重めの愛をいただきましたね。ラブシーンには自信あります？濡れ場には自信はありますか？いや、自信があるかどうかがわからないので、はい、一旦みんなに判断していただくという。なるほど、はい、じゃあ次回作はそうです、ね、ぜひ井上さんの濡れ場付きの、そうです、ね、映画ということで、はい、股間を腐らせるほどの愛。いいですね、それでいきたいなと思います、はい、ありがとうございます。最後にでは2019年の公開ということで、はい、公開前に皆様に一言ずつメッセージの方をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。そうですね、公開までに、お互いなんですけども不祥事を起こさないように頑張ります。お楽しみに。はい、まあ、来年公開っていうことですので、はい、なんとかこの出てるキャストの女性陣と公開までに熱愛にこぎつけたいなと思ってます。待っててください。そっちなんですね。あいつからあいつを奪うかもよ。ありがとうございました。